たり並んでここに帰ろう。紹介をちょっといい機会なんでゆっくりさせていただこうかななんて思ってまして、ホワイトカルテットはね、いつだっけ、結構昔に存在してたバンドが今年ようやくメンバーほぼ総外、ほぼっていうか私以外総外で再開、活動を再開しまして、まあ今日何回目やっけ、3回目のライブとなるんですよ。まあまあそうですね。じゃあメンバー、普段はだからもうオリジナルばっかりしかやってないんですけどね、はい。じゃあ、メンバー紹介を、ごめんなさい、そうメンバー紹介の前に皆さんさ、皆さんってこっち側の、メンバーの方ね、皆さんね、今年まあ復活したわけじゃないですかね、はい、ね、メンバーが死んでる、そもそも生きてる、そう生きてる、あ、そうメンバーがさ、メンバーの皆さんがさ、その今年、まあ、1月やったっけ、あれ復活したのね、1月復活して、まあ、今11月じゃないですか、うん、思い出に残っていることを一つずつ挙げながら自己紹介お願いします。無茶振り、無茶振りね、はい、というわけでギターケイちゃんです。はい、一言お願いします。まあそうですね、やっぱり再結成後最初のライブっていうのを4月にやりまして、それは野外で、はい、まさかの、ね、野外で気持ちよくできて、それがまあ一つ思い出かなっていう感じですか。そうやって、うん、っていう感じですね。で、まあ、もうピンスポーン聞いた人以上ですか。もういいかな、もういいかみたいな。じゃあ次はどうしようかな。次は面白いのは多分後に置いておいた方がいいです、ベースアイコです、アイちゃん、アイちゃん、アイちゃんって、うちのおばあちゃんがアイちゃんってやってくれて、皆さん何聞いてるんですか。いや、ちょっと呼び方がおばあちゃん世代だぞ。思い出に起こっていること、ミュージックビデオを、そうですね、最近配信されたんですけど、しれっと宣伝して、でもいや、いいですよ、いいですよ、いいですよ、ナチュラルでいいですよ、すごい作為的やった、はい、仕組みではないですか、人生にしたことなかったんで思い出とか、確かに、はい、割とつい最近のエピソードで、確かに。なるほど、了解です。じゃあ
ドラムおもちゃんです。おもちゃん。あ、こんばんは、おもちゃんです。こんばんは。大阪の堺から来ました。はい、出身は岸和田ってとこですね。だんじりの町ですね。はい、柄が悪いって言われてるんですけど、まあ、こんな感じで柄はいい方なんでよろしくお願いします。思い出に残ってることっていうと、まあ、うん、パッと思いつかんなっていう感じではあります。まあね、バンド自体僕あんまり組んだことなかったんで、まあ、やることやること全部ね思い出深いなっていうのでいい感じに締めたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。あのみんな答えるの待ってたよ。で、私ボーカル長尾と申します。お願いします。マブシ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 大丈夫です。いりますよ。いや、いらないです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 、もう、ま、マジで前にいらないです。そうですね、僕の思い出に残ってることはとりあえず今かな。もう、笑ってるやん。ちょっとかぶってない。マグロちょっとかぶってない。え、あら、もっちゃい、もっちゃい。じゃあ、じゃあ、もうそれこそ消せるよ。あ、何しか忘れたけど。ですね、まあ、あのまあそうやね、もう一個言うなら、この僕らの次のライブが年内もう一個あって、それが、まあ後で言いますけど、主催ライブが決まってまーす。で、まあそれが、まあ決まったっていうことが僕の中では結構こう大きいかなと思って。だってさ、今年結成、再結成してさ、一発目っていうか、1年経たずに主催ライブなんでね。まあ、それができるメンバーやっていうのがすごい良かったなと思ってます。よいまだ思い出なくないな、それ。そうやね、そうやね、これをいい思い出にするためにね、まあ、まずは今日をね、今日をもっと盛り上げるために、でも次の曲盛り上がれへんな。いや、そんなこと、そんなことない。まあ、じゃあ次の曲ね、ご存知ないんであれですけど、うちらの中では次やる曲が新曲なんで、よかったら聴いてください。窓の外という曲です。Oh,
Thank you.
ありがとうございます。まあなんかいい時間だったね。なんだかんだいい時間になりましたね。じゃあ最後告知だけさせていただきたいなと。告知というか、まあ告知か。そうやな、どっから行こうか。現在、YouTube、そう、順序がめちゃくちゃ、YouTube チャンネルがうちありまして、まあ、しょうもない番組ね、やってたりしますよね。一番最前列、司会の方がいらっしゃって、カズさん。はい。カズさん、はい、いつものやつお願いします。いつものやつ、いいか。それはあかんやつという番組を、まあね、もはや YouTube はですよやってまして、まあ、そこに、まあ、ライブ映像やりなり、まあ、バンドの宣伝なりやってるんですけどね、まあ、そこでこの間さっきも言いましたけど MV が公開されましたね。で、1曲目にあった今日出待ち柳という曲を出待ち柳ってそもそも知ってます？知ってる人は知ってる、知らん人は知らん。そう、京都の、あれは地名というか駅名なんですけどね、京阪の最終駅やということで、今もしよかったら豆餅が有名なんでっていうところで、まあ、撮った曲なんですよ、要は。で、まあ、それが公開されましたと。で、音源も、Apple Music とか、何やと、Spotify とか Amazon Music とかLINE ミュージック、まあ、大体の人がやってるやつに配信されてまして、で、まあ、そこまではもう終わった話です。終わった話というかもう出た話で、今月の、まあ、その真ん中ぐらいにもう一曲新曲がリリースされることが決定しました。まあ、これはYouTube なりTwitter じゃねえや、旧ツイッターなりをチェックしていただいたら嬉しいんですけど、それも各ストアで配信されます。そしてようやくここから本題、来月12月2日に三国ヶ丘ファズさんにて主催ライブが決まりました。ありがとうございます、ね、今日トリで出はる、フローズンバレットさんもね、ね、はい、一緒にね、はい、はい、脅して、脅しは、脅しは、いや、でもね、まあ、楽しみにしてるから、まあ、この後も楽しみにしてるけど、楽しみ、この後も楽しみやけど、その日も楽しみ、うん、どんだけこうホワイトカルテットを圧倒してくれるのかなみたいな、そうそうそう、こっちがぶちのめされる側かなと思ってるから。それぐらいの、ね、勢いがあるバンドやからね。あ、ね、ね、若さの暴力ですわ。え、若さの暴力ですわ。若さの暴力らしいですで、まあ、取材が決まってまして、まあ、もしよろしければご来場いただければ嬉しいと思っておりますかみました。ぐらいかな、告知ってそんな前に、曲配信します。とりあえずいける、めっちゃ考えてるから。いや、当たってると思う。いや、なんで俺に確認する。いや、一番豆やから確かに。というわけで、あとえはい、グダグダですけど、あと1曲、次の曲が今月リリースされる曲になってます、まあ、これを最後に次のバンドさんへバトンタッチということでいきたいと思います。ノンフィクションコードという曲です。ありがとうございました。ホワイトカルテットでした。気がしたビル、いつもより軽い。
どうでした？